ジミー・バッサーはアメリカ合衆国の元レーシングドライバー。カリフォルニア州カノガ・パーク出身。現在はキロボルトレーシングテクノロジーの共同オーナー。バッサーは1996年にチップガナッシュレーシングで4勝を挙げ、その年のカートシリーズチャンピオンとなった。彼はチャンプカーシリーズにおける最後のアメリカ人、シリーズチャンピオンであった。 バッサーのカートへのデビューは1992年で、その年のインディ500では、ルーキーとして予選最速となった。その後彼はトップドライバーへと成長したが、それはカートとアールの分離と同時期であったため、その前世紀はインディ500とは無縁のものとなった。1995年にチップガナシレーシングへ移籍、1996年シーズンには4勝を挙げ、 ポイントランキングではトップを走ったが、シーズンチャンピオンは最終戦までも釣れることとなった。チームメイトのアレッサンドロ・ザナルディはその年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得したが、続く2年間連続してシリーズチャンピオンを獲得し、バッサーよりも高成績を上げた。ザナルディが F1 に転向した1999年、ファンパブロ・モントーヤがチームメイトとなり、 シリーズチャンピオンとルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得、バッサーはその年9位に終わった。チップガナッシしでの最終年となった2000年、バッサーはヒューストン戦で勝利したが、これは1998年以来の勝利であった。翌2001年にはパトリック・レーシングに移籍し、2002年にはチームレイ・ホール、2003年にはアメリカン・スピリット・チーム・ヨハンソンで出場した。 2004年、彼は、ダン・ペティット、ケビン・カルコーベンと共に、PKV レーシングの共同オーナーとなり、ドライバーとして出場した。同年カートにおける連続出場記録を達成する。バッサーは2006年に、現役ドライバーを引退し、チームオーナーに専念するようになった。しかしながら2008年には一時復帰して、ロングビーチ戦に出場し、10位でフィニッシュしている。 2006年にバッサーはグランダムのロレックススポーツカーシリーズに参戦3つのレースに出場した。その中にはデートナ24時間レースが含まれた。2007年にもデートナ24時間に出場し、9月4日には同シリーズの最終戦サンチェーサー 1000km に参加すると発表した。2008年5月にもラグナセカ戦にクリスチアーノだ、マッタと組んで出場した。 カート、ジャンプカーワールドシリーズインディ500。ありがとうございます。